アメリカ国立公文書記録管理局に保管されているアメリカ合衆国憲法修正第16条、アメリカ合衆国憲法修正第16条は1913年2月3日に批准された。この修正条項はアメリカ合衆国議会が所得税を課す権限を大きく制限したポロック対納付貸し付信託会社事件判決を撤回させた。 これによって議会は諸州や国勢調査に関係せず所得税を課すことができるようになった。連邦議会はいかなる厳選から生ずる所得に対しても各州の間に配分することなくまた国勢調査あるいは人口算定に準拠することなしに所得税を付加徴収する権限を有する。アメリカ合衆国憲法は次のように規定している。 連邦議会は次の権限を有する。合衆国の国債を支払い、共同の防衛及び一般の福祉に備えるために、租税、関税、付加金、消費税を付加徴収すること。ただし、すべての関税、付加金、消費税は、合衆国全土で同一でなければならない。会員議員及び直接税は、この連邦に加入する、各州の人口に比例して、 各州の間で配分される。人道税その他の直接税は、前に規定した国勢調査、または算定に基づく割合によらなければ、これを付加してはならない。税金を課する権限は、憲法第一条第八節第一項で認められている。間接税は、憲法第一条第八節第一項、及びこの条項を解釈する。 裁判所判決によれば合衆国全土で同一でなければならない。憲法第1条、第2節第3項と第9節第4項はすべての直接税は各州の人口に比例していることが求められている。これは基本的にどの州においても納税者に課される直接税の金額が全国に課される直接税の総額に連動し、 国の全人口に対する州の人口比率に等しくする必要がある。ポロック対納付貸付信託会社事件におけるアメリカ合衆国最高裁判所判決及び最新の前、あらゆる所得税は合衆国全土で同一に課されることを要求される消費税と考えられてきた。このような税金は州の人口に比例して分配される必要はなかった。 1894年のウィルソン・ゴーマン関税法は4000ドル以上の収入に対して2%の連邦税を課することを試みた。しかし、これは非民主的で調査すべきでかつ原則的に間違っているとあざけられ、連邦裁判所に異議申し立てされた。この時まで直接税は人道税と所有しているという理由で財産に課される税金のみと、 考えられていた。1895年まで、あらゆる所得税はその収入の源に関わりなく、間接税と考えられていた。ポロック対納付貸付信託会社事件判決で、最高裁は1894年法のもとに、資産由来の所得に対する税という、ある種所得税は憲法に反して分配されない、直接税であると裁定した。判決は、 資産由来の所得に対する税金は、所有しているという理由で資産に課される税金として取り扱われるべきであり、それゆえに分配を要求すべきであると理由付けた。この理由付けは、土地から上がる賃料や株式から上がる配当などは、所有しているという理由で資産にかかる税金が、その資産に負うのと同じ方法で、収入を生む資産に負っているということだった。このことは、 ポロック以後、賃金にかかる所得税が人口に比例して分配を要求されない一方で、利子、配当及び賃料収入に対する税金は人口に比例して分配されなければならないことを意味していた。ポロック判決によって収入源がその収入に課される税金は直接税であるか、あるいは間接税であるかを決定することに関わってくるようになった。 1895年から修正第16条が批准された1913年までの間、議会は労働者の収入など資産によらない収入に人口比例で分配することなく再課税できたが、利子、配当及び賃料収入に課税することは実際的ではなかった。議会は資産由来の収入に課税することなくして労働者の 収入など資産によらない収入に課税することを望まず、資産由来の収入にかかる税金はもはや現実のものではなかった。ポロック判決によって所得税の強制は1895年から修正、第16条の批准まで政治的に実現不可能だった。同時に議会は最も富裕なアメリカ人があまりにも多くの経済力を集めていくという多くの 社会的要素の中で募る不安を支援していくことになった。ハーラン判事は、ポロック判決に対する反対意見を次のように述べた。それゆえに、この法廷が現在宣告しているように、連邦議会は、個人の資産、あるいは、不動産の賃貸から、または投資した、個人資産、債権、株式及びあらゆる種類の投資のような個人資産から、上がる収入について、 州の人口に応じて徴収された総額を配分する場合を除き、関税あるいは税を課することができないと宣告するとき、両院の3分の2と州の4分の3が同意するという憲法の修正なくして、そのような資産や収入は、連邦政府の支援に貢献できるようにはならないと、事実上を決めている。社会主義労働者党は1887年に、 累進的な所得税を提唱した。人民党は1892年の綱領で累進的な所得税を要求した。ウィリアム・ジェニングス・ブライアンに率いられた民主党は1894年に成立した所得税法を提唱し、1908年の綱領で所得税を提案した。 ウィリアム・ H ・タフト大統領は1909年6月16日の議会に向けた演説で個人に対する連邦所得税を認め法人として事業を行う特権や株式を所有する者が享受する一般の有限責任から自由であることの特権に課税することを認める憲法修正を提案した憲法修正第16条を提案する決議案は 第61議会によって可決され、1909年7月12日に、いくつかの衆議会に提出された。所得税支持の声は、西部の諸州で最強であり、反対の声は、北東部の諸州で最強だった。ニューヨーク州知事チャールズ・エバンズ・ヒューズは、数年後に、アメリカ合衆国最高裁判所判事になるが、どのような収入源から得られるにせよ。 法案の成立は、連邦政府に、州や市の再建に課税する権限を与え、政府の権限を過度に集中させることになると、信じるので、所得税修正条項に反対した。1912年、アメリカ合衆国大統領選挙は、所得税を提唱する3人の間で争われた。1913年2月25日、国務長官フィランダーノックスは、 修正条項が必要とされる4分の3の州によって批准されたことを声明し、修正条項は憲法の一部となった。1913年の歳入法がすぐに議会を通過し、所得税は法制化された。合衆国政府印刷局によれば、次の州が修正条項を批准した。アラバマ州、ケンタッキー州、サウスカロライナ州、入りの一州。 ミシシッピ州、オクラホマ州、メリーランド州、ジョージア州、テキサス州、オハイオ州、アイダホ州、オレゴン州、ワシントン州、モンタナ州、インディアナ州、カリフォルニア州、ネバダ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州、ノースカロライナ州、コロラド州、ノースダコタ州、ミシガン州、アイオワ州、カンザス州、ミズーリ州、メイン州、テネシ,シー州、アーカンソー州、ウィスコンシン州、ニューヨーク州、アリゾナ州、 ミネソタ州、ルイジアナ州、ウェストバージニア州、ニューメキシコ州批准は1913年2月3日に、ニューメキシコ州の批准で完了した。この修正条項は続いて、次の州でも批准され、批准した州の総数は当時存在した48、州のうち42州となった。デラウェア州、アイオミング州、ニュージャージー州、バーモント州、 マサチューセッツ州ニューハンプシャー州次の州はその後も批准することなく修正を拒んだ。コネチカット州フロリダ州ロードアイランド州ユタ州次の州は提案された修正を取り上げることがなかった。ペンシルベニア州バージニア州この修正条項はポロック判決を撤回した。このことは基本的に所得税を課するときに議会は 各州から徴収された税の総額を全国人口に対する州人口に応じて分配することなく、いかなる収入源からの収入にも課税できることを意味している。アブラムズ大コミッショナー事件でアメリカ合衆国税務裁判所は修正第16条が批准されたので、税金が直接税か間接税であるかは所得税については問題とされない。 修正第16条の全体目的は、あらゆる課された所得税を比例配分の要求から及びその収入が得られたその収入源を考慮する要求から免除することである。と述べた。連邦裁判所の修正第16条の解釈は、時間とともに大きく変化しており、修正条項の適用性について、多くの論争があった。 ブラッシャバー対ユニオンパシフィック鉄道事件修正第16条は、ポロック判決を排除している。すなわち、ある所得税は人口に比例して州に配分されると、したことを排除している。連邦所得税法は、政府が正当な法の手続きなしに資産を取り上げる、ことを禁じた、修正第5条に違反していない。連邦所得税法は、 憲法第1条第8説の同一性条項に違反していないと宣告した。ボーワーズ対カーボエンパイア会社事件の最高裁判決ではバトラーン裁判長が次のように宣告した。課税権限に新たな対象をもたらすことは修正第16条の目的でも効果でもない。連邦議会はすでにあらゆる所得に課税する権限を有している。 しかしある収入源からの所得にかかる税は、憲法の比例配分という要求事項の意味合いの中で、直接税であるとされてきた。この修正条項は、その要求事項から免除し、直接税である収入にかかる税とそうではない税との間の区別を消し去り、どのような収入源から得られるにせよ、あらゆる収入に同じ基準を置いた。収入は、 修正第16条において、及びその後に成立した、様々な歳入法において、1909年の会社消費税法で使われているのと同じことを意味していると解釈されてきた。これらをすべて考慮に入れると、この法廷は、収入は、資本、労働あるいはその両方から得られる利得として、定義され、販売や、資本の転換から得られる利得を含むものと宣言した。 コミッショナー対グレンショーグラス会社事件では最高裁が修正第16条に適用される総収入となるものについて現代の解釈となるものを説明し所得税は富の継承明らかに認識されるもの及び納税者が完全に支配しているものに課されると宣言したこの定義に従えばいかなる富の増加それが賃金 利潤賞与、株式あるいは他の利益の出る資産の売却、掛けごとの賞金、収得物、訴訟による、懲罰的損害賠償、詩人による、代理訴訟によるものであろうと、連邦議会が例えば被保険者の死亡により受け取る、生命保険金、贈り物、遺贈、相続金及び特定の奨学金のように具体的に、例外を定めていなければ、 すべて収入の定義に含まれる。裁判所は修正条項が賃金、給与、手数料等に比例配分なしで直接税を課すことを認めるという規則を意味するものとして修正第16条を解釈した。修正第16条は連邦議会の所得税を課する権限の根拠としばしば言われているが少なくとも一つの判決はブラッシャバーや 他の判例でなされた修正第16条自体は連邦議会に所得税を与える権限を認めていないがもしあるとすれば所得税が州の人口に応じて比例配分されるべきという要求事項を排除しただけだという指摘を繰り返したペンミューチュアル存在保障事件では合衆国税務裁判所が次のように述べた課税権限の範囲を取り扱うときに 問題は時として何に修正第16条の下で所得として課税できるかということに枠くっつけられる。これは不正確な語句であり課題を簡満な思考に導くものである。課税権の根拠は修正第16条ではなく憲法第1条第8節である。同じペンミューチュアル損害保障事件の構想審でアメリカ合衆国 第3巡回構想裁判所はこれに同意して、次のように述べた。アメリカ合衆国が、所得税を課する権利を得たのは、憲法の修正ではなかった。ポロック対納付貸し付信託会社事件判決は、不動産や動産から上がる所得に課する税は、その資産にかかる税と近いものなので、比例配分なくして課することはできないと宣告した。修正第16条は、 その制限を取り払った。実際に、比例配分の要求は不動産と動産にかかる税と人頭税に厳密に限定されている。アメリカ合衆国によって課される税の有効性を維持することは、税自体が正確な分類をされているので必要ない。実際に上流種にかかる税は、連邦当局によってずいぶん前から課されており、現在アルコール自体に税という言葉で書いてあるので、 課税の有効性は非常に長い年月維持されてきた。ここで問題にする所得税は納税者による金銭の授受に基づく消費税であるということができる。それは確かに資産にかかる税ではなく人道税でもない。それゆえに比例配分される必要もない。しかし我々は 食品医薬品法の下で要求されるような正確さで分類されることが利益を生むとは思わない。連邦議会は一般に税を課する権限があり、特定の課税が憲法上の制限と衝突しなければ、その税は合法であり、何と呼んでもよい。2006年12月22日、コロンビア地区巡回上訴裁判所の3人の裁判官で構成される審査員団が、 マーフィー対国税庁とアメリカ合衆国事件における2006年8月の自分たち全員一致の意見を取り消した。続いて元々の3人の裁判官で構成される審査員団はその訴訟そのものを再審理することに合意した。初めの2006年8月の判決ではこの法律が失われた賃金や所得という課税できる収入の代わりに 精神的苦痛や評判の喪失という非身体的個人の損傷に対する受けられなかった回復を収入として課税すると表明している範囲で修正第16条の下で意見であると裁定した2006年8月の意見が取り消されたので大法廷は裁判官全員出席の上でこの訴訟を審問することはしなかった2007年7月3日法廷は 納税者の保障は非身体的損傷あるいは病気という理由で受け取られる。国税法第61説の下での総収入は、保障が富の継承ではない場合でも、非身体的損傷に対する保障的損害賠償を含む。非身体的損傷に対する保障に課される所得税は、回復が人的資本の復旧であるかによらず、間接税であり、 それゆえにこの税は、人頭税あるいは他の直接税が、人口に比例してのも州に分配されなければならないとしている、憲法第1条第9節の要求を犯していない。非身体的損傷に対する報償に課される、所得税は、あらゆる関税、付加金及び、消費税が、合衆国全土で同一あることを要求する、憲法第1条第8節を犯していない。 国家主権による面積特権の原則の下で国税局はその名前で告訴されることはないと判決を下した。判決は連邦政府は実際にそうではないものを収入とすることはできない。修正第16条だけでなく第1条第8節第9項を含む憲法の権限内において行動する限り、 あるものを収入と分類しそれに課税できると述べた。判決では、マーフィーは、その主張する税の払い戻しの権利がなく、報酬が修正第16条の意味するところである収入ではない場合でも、彼女が受け取った個人的損傷の報酬は、憲法第1条第8節の下での連邦議会の課税権限の範囲内にある、と裁定した。 2008年4月21日、最高裁は上訴裁判所の判決を再審理することを拒否した。税抗議者の憲法論議は修正第16条の批准に反対して行われた具体的議論を含め、この問題をより詳細に扱っている。何人かの税抗議者は修正第16条の有効性や適用可能性について議論を引用し所得税に反対した。 ありがとうございます。